これ。どうしました、アイラさん。ちょっと二人とも概要を読んで。なんかさ、信じられないようなことが羅列されてるんだけど。ヒロ君、日本語は読めるよね？うむ、それなりにね。都会のこともだいたい兄さんの残した本で読んで学んだし。その本の内容が偏ってたのかな。なんでヒロ君はそんなに浮世離れしてるの？また奇妙というか、突拍子もないというか。どれどれって、こうして3人で顔を突き合わせていると読みづらいな。アイラ、申し訳ないけど、君が代表して音読してくれるか？はいはい。なんか保育士さんになった気分。じゃあ読むね。 ES 所属アイドルの4名、風早辰巳、天城ヒーロー、白鳥アイラ。これってなんて読むのかな。さっき天井裏に隠れてたっていう4人目の名前だと思うけど、レイセ迷い。下の名前はカタカナだけど、名字の読み方がわかんない。これは綾瀬と読むのでしょうな。綾瀬迷いが正体不明の4人目の名前か。無駄に隠れてないで、早めに正体をあらわにしてほしいよね。正直。うむ、だけどまあ多分テレ屋さんなんだと思うよ。照れて天井裏に隠れるってヤバそうな気配しかしない。俺たちと同じ落ちこぼれだもんね。どっかしらに問題がある人なんだろうけど。とにかく読み進めるよ。さっき調べた感じ、天正院先輩が見ろって言ってたトリックスターのライブまではそんなに時間もないし、急がないと。風早辰巳、天城ヒーロー、白鳥アイラ、綾瀬迷いの4名、以下劣等生と呼称するは、夏季に開催予定の MDM にて己の価値を証明すべし。もしそれに失敗、またはそれを阻止うる意欲がない場合は ES より解雇する。これは先ほど H さんが説明してくれたことですな。改めて文字で見るとなかなかの無茶を言われている気がします。でも多分法的には問題ないんだろうね。 ES と結んだ契約書にも ES の言うことは絶対みたいな条項があったし。うむ、掟に従うのは当然だと思うよ。前時代的。とにかくそこまでは聞いてた話だからまあいいとして、問題なのはここから先。劣等生は可及的速やかに荷物をまとめ、こちらの指示する清掃官の一室に転居すること。そして MDM 終了時まで4人で共同生活をすべし。清掃官？ ES のそばにあるでしょ、まあ、新しい建物が。あれは ES の所属アイドルが暮らしてる寮で、名前が清掃官。出来たてほやほやの新築な上、 ES のアイドルならほぼ家賃は無料みたいな有料物件だった気がするよ。俺は自宅に大事な宝物がいっぱいあって離れたくなかったから入居してなかったけど。そんなことを言ってられる状況じゃないしね。ES の指示なら仕方ないし、引っ越さないと。面倒だな。
意図もわかんないし、よく知らない人と共同生活ってストレスたまりそう。俺はほとんど私物を持たない主義なので、すぐにでも引っ越せますが、先に入寮して掃除などを済ませておきましょうか。いや、それはみんなでやろうよ。風早先輩は病み上がりでしょ、重労働させらんないもん。ふむ、住処を与えられるのはすごく助かるよ。僕はこれまで行き場がなくて公園などで寝泊まりしていたから。何気にすごいことを言うね、ヒロ君。家出でもしてきたの？ううん、一応お兄さんを連れ戻すという名目で実家の許可は取ったし、離縁されてもいないよ。ただ都会の衣食住の仕組みはよく分からなくて、 ES のシャワールームやランドリーである程度の清潔さは保てたし、プロデューサーが紹介してくれた仕事をすれば仕出し弁当などは食べられたけど、あまり人間らしい生活はできていなかったから、住まいを与えられるのは助かってしまうよ。なんでそんなギリギリで生きてるの？まあいっか、資料の概要に戻るよ。同時に劣等生4名はユニットを結成し、プロデューサーと相談の上、可及的速やかにお披露目のためのドリフェスを行うこと。可及的速やかにばかりだ。何を焦っているんだろう、ES は。余計なお荷物は早めに捨てちゃいたいんじゃない？多分。だとしたら、そんな余計なお荷物のためにお金や手間を惜しまず用いているのが不可解ですが、やはりいろいろときな臭い感じがしますな。